M リーグ2018では競技マージャンのチーム対抗戦のナショナルプロリーグ M リーグの2018年シーズンにおける動向をまとめる M リーグの2018年シーズンは2018年8月7日のドラフト会議を経て10月1日に開幕し2019年2月12日までレギュラーシーズンが行われたレギュラーシーズン上位4チームで行われるファイナルシリーズは 3月2日から3月31日まで開催され、赤坂ドリブンズが優勝した。第1回ドラフト会議が8月7日に、東京のグランドプリンスホテル高縄で開催された。第1巡第2巡では各チームの指名が重複なしであったが、第3巡の指名では、鈴木だろうが赤坂ドリブンズ、渋谷アビマズ、ユーネクストパイレーツの3チームから指名され、 抽選の結果、赤坂ドリブンズが交渉権を獲得した。これにより7チームが各3選手ずつ、計21人の M リーガーが誕生した。21選手の所属団体としては、日本プロマージャン連盟11名、最高位戦日本プロマージャン協会6名、日本プロマージャン協会2名、ルームとアサショウ連合、ミューマイナスが各1名と、 連盟所属選手が多数を占めた。また、チーム別では、風林火山、麻雀格闘クラブ、雷電が全員連盟、ドリブンズパイレーツが全員非連盟、ドリブンズパイレーツフェニックスが2選手最高位戦、安倍まズのみ3選手の所属団体が違う構成となった。各チームの指名選手は、下表の通り、内は各選手の当時の所属団体。3巡目、重複。 鈴木だろうレギュラーシーズンは、大和証券が、冠スポンサーとなり、大和証券 M リーグ2018という名称で、開催された。試合は2018年10月1日から2019年2月12日まで一部期間を、除き毎週月、日、日、金曜日の19時から1日に試合で行われた。ドラフト後、10月1日に開幕した、レギュラーシーズン序盤は、 アビマズが独走する展開となった。しかし、11月に入ると失速し、アビマズと入れ替わるように、風林火山とドリブンズが、主位戦線に浮上して、12月は、風林火山とドリブンズが抜き継ぐ過列の主位争いを、した。3位以下は、長らく最下位に沈んでいたマージャン格闘クラブが、マイナスを大きく減らし、2018年が終わる頃には、3位以下が、 混戦の2強5弱の構図となった。1月は年明け最初の試合でマージャン格闘クラブの佐々木久人がこのシーズン最高スコアとなる8万1700点のトップを獲得しチームは3位に浮上した。マージャン格闘クラブが3位に急上昇したことにより3位以下はさらに大混戦となった。その中でフェニックスが 年明けからの大きなマイナスで、ファイナル進出争いから転落しかかったが、3連続トップで、ファイナル進出戦線に残留し、来年は1月31日の連続4着で、ファイナル進出戦線からやや離れたが、全チームに、ファイナル進出の現実的可能性が残ったまま、2月に突入した。2月、風林火山は4位回避率ベスト3に3人全員が、 ランクインする安定した戦いで、一足先に、ファイナル進出を確実なものにし、年明けから絶好調の大井高春要するわびまずも、2位に急浮上して、ファイナル進出の安全圏に入った。シーズン最終盤、ドリブンズ、マージャン格闘クラブ、来年の3チームが、最終日の前日にレギュラーシーズンを終える日程が、組まれていた。風林火山と、 首位争いをしていたドリブンズは、その田健が風林火山の滝沢和則の大身元に振り込むなど、して大きなマイナスを受け、4位まで転落して、レギュラーシーズンを終えた。麻雀格闘クラブは、終盤の8戦で2回のトップと5回の2着という7、連帯を決め、ドリブンズを抜いて、3位で、レギュラーシーズンを終えた。最終日出場の回にチームが共に、 大きなポイントを取ることは現実的ではないため3位に浮上したマージャン格闘クラブは最終日を残してファイナル進出が確実となった一方来電は最後の10戦のうち4着に4回なったのが響きファイナル進出が絶望的となったシーズン最終日パイレーツの朝倉更信が第一戦でトップを取りパイレーツは 最終戦で54,800点以上のトップを狩ればファイナル進出という条件が残ったが、パイレーツはトップを取れず、ドリブンズがレギュラーシーズン4位でファイナルに進出することになった。フェニックスは最終戦で197,700点以上のトップという絶望的な条件が残る中、近藤誠一が36,300点のトップを取り、シーズン再開を逃れた。 ファイナルシリーズは、朝日新聞社が冠スポンサーとなり、M リーグ2018朝日新聞ファイナルシリーズの名称で開催された。3月2日、ファイナル初日、レギュラーシーズンを4位で通過し、首位の風鈴火山と145.2ポイント差で、ファイナルシリーズに突入したドリブンズが3戦とも、トップを取り、一気に首位に躍り出た。3月3日、ファイナル2日目、 二階堂秋と勝又武のトップで風林火山がポイントを増やしてドリブンズを追撃した一方でアビマズと格闘クラブが2日連続マイナスとなり2日間6半創を終えた時点で2強2弱の構図となった3月9日ファイナル3日目風林火山、ドリブンズ、アビマズがそれぞれ1回ずつトップを取り トップを取れなかったマージャン格闘クラブも2着2回だったので、ポイント変動が小さく終わった。3月10日、ファイナル4日目、1戦目の東場で6万点近くのトップとなっていた、阿ビマズ、大井高春がそのままトップとなるかに思われたが、南一局一本場、マージャン格闘クラブ、前原雄大の親役マンに振り込み、一気に4着に転落して、4着のまま1戦目を終えた。 王位の後に登場した松本義弘、白鳥翔も4着となり、アビマズは大きく、首位から離されることになった。親役マンが飛び出す中、1戦目で二階堂秋が1着を取った風林火山に3戦目でトップを取ったドリブンズが、さらにプラスを重ねて、4日間12半走、ファイナルシリーズの半分が終わった時点で2強2弱の構図が強まった。 3月23日ファイナル5日目、1戦目で、村上敦志が8万点弱、2戦目で、園田健が5万点超えのトップを取り、首位、ドリブンズが2位風林火山との差を一気に離した。風林火山は3戦目で、勝又武志がトップを取り、ドリブンズとの差を詰めたが、下位2チームはこの日もマイナスとなり、優勝が苦しくなった。三月十四日、ファイナル六日目、 前日の2回トップで独走体制に入りつつあるドリブンズに包囲網が敷かれる中、最下位のアビマズが第1戦、第2戦で連続トップを取ったが、第3戦トップで迎えた南三局一本場、大井高春が佐々木久との親とベマンに包従し、4着となった。位のマージャン格闘クラブ、アビマズがこの日のトップを分け合ったものの、 優勝に向けて必要だった大きなプラスをチームとも得ることはできず、優勝には奇跡的な条件が必要となった。ドリブンズは包囲網の影響もあり、トップを取れなかったが、風林火山との差を広げ、独走体制に入った。3月30日ファイナル7日目、第1戦、第2戦でドリブンズの鈴木だろう、村上厚志が連続トップを取り、独走体制を強めた。 第3戦で、風林火山の滝沢和則がトップを取り、風林火山の逆転優勝の現実的可能性が辛くも残ったが、この半則でドリブンズの園田健が4着を回避し、実現困難な条件が残った。会位2チームはこの日もマイナスとなり、逆転優勝がさらに絶望的となった。3月31日ファイナル8日目、ドリブンズと、 風林火山の300ポイント差で迎えた最終日、3戦ともにチームがトップラスか、それに近い点差を実現できれば風林火山の逆転優勝が考えられたが、第一戦でドリブンズが2着となり、風林火山が4着となったため、シリーズの焦点はマージャン格闘クラブとアビマズの3位争いに絞られた。第一戦で高宮周りが5万点超えのトップを取り、 90ポイント近い差を追うことになったアビマズは逆転が難しくなったかに思われた。しかし、第2戦で白鳥翔が東4局の親番で6連続、数量を含む9連層で7万点近いトップを取って、一気にマージャン格闘クラブを抜き去ると、シリーズ最終戦の第3戦で大井高春がトップを取り、3位を確保した。レギュラーシーズン。 最終成績レギュラーシーズン個人成績レギュラーシーズン日程、対戦成績日程、対戦成績ファイナルシリーズ最終成績。レギュラーシーズン終了時のポイントの半分が、ファイナルシリーズへ持ち越し、ファイナルシリーズ個人成績ファイナルシリーズ日程、対戦成績日程、対戦成績各家の表記は、その局における家を示す。地下ぎ、数両者、では両者報従者、 アベマ TV マージャンチャンネルで、基本的に平日の水曜日以外の19時から、リーグ戦の試合を生配信した。中継番組での実況は、小林美佐、松島桃が担当した。解説は原則、M リーガーから毎回一人が解説を担当し、例外的に、土田光章や内川幸太郎が担当する日や2名で、解説を担当する日があった。トップを取った選手へのインタビュアーは、 松本慶予が担当した。シーズンオフの特別企画として、2019年7.8月に M リーグ駅伝が開催された。これは、前年までマージャンチャンネルで開催されていたマージャン駅伝をリニューアルしたもので、3日間それぞれ異なるルールで各チームが対局を行い、そのトータルスコアで順位を競うもの。参加するのは2018シーズンの7チーム。 チェアマンチームの K8 チーム。具体的なスケジュール及びルールは以下の通り。なお各チームの出場メンバーは試合ごとに自由に入れ替え可能だが、最低一人一回は戦う必要がある。最終的にリーグ優勝のドリブンズが最下位に沈む一方で、チェアマンチームが決勝卓でライデ電を逆転し優勝した。チェアマンの藤田は本駅伝を サッカーでいうカップ戦と位置づけると語り、次年度以降も継続開催する意向を明らかにしていたが、実際には実現していない。ありがとうございます。